こんにちは、ネモです。SG ミッションやっていきます。今回は、要人警護7、いきたいと思います。で、合わせて要人警護6も来ていて、同じような内容だと思います。要人警護6も7も。7の方がちょっと難しいはずなので、7に行きたいと思います。で、おすすめの構成が、バンサー2、レンジャー1、で、ガードかスナイパー1という構成です。早速行きましょう。で、そうだなぁ。レンジャーとバウンサーかながポイントですね。こいつらがどれだけ働けるかで、まあ、だいぶ変わってくるっていう話ですね。あとは僕はこのミッションも引き付けて、クマが右端、左端に出てくるので、バウンサーを2人、右左に配置して戦っていく感じにしてます。で、画面外押し出しを狙う感じですね。今小平が一人押し出しましたけど、押し込みかな。という感じですね。なので、要人警護7も怖いことない。単純にバウンサー2人とレンジャーを1人連れて行って、戦っていきましょうと。で、バウンサーのところは、最悪ガードでもいいんですが、1人、必ず、クマを押し出しようとして連れて行かないと、要人警護7ぐらいからは、体感難しいです。バウンサーなしだと、超高レベルのガード、レンジャー、スナイパーがいないと、失敗することもあるかなと思います。また次のミッション動画でお会いいたしましょう。